福島第一原発の処理水の海への放出開始を受けて、中国が日本からの水産物の輸入を全面停止したことを受け、松野官房長官は販路開拓に向け支援すると強調しました。アルプス処理水の海洋放出を理由に外国政府で輸入規制の強化が行われた場合、風評影響への備えとして措置している需要対策の300億円基金を通じて販路開拓に向けた必要な支援も行っていきます。松野長官はまた処理水の海洋放出について、科学的根拠に基づき高い透明性を持って中国を含む国際社会に丁寧に説明してきたと述べました。その上で、今日から水産庁が魚のトリチウム濃度を分析し迅速に発表すると説明しました。